どうも、J ホビ研究所です。こんにちは。はい、本日はガチャガチャの森サンシャインシティアルタ店に来てます。J ホビ TV の方でもガチャガチャやったんですけど、この J ホビ研究所でも本日ガチャ券したいと思います。はい、久しぶりだよね、ガチャ券ね。いや本当に久々で全然来てなかった。本当だね、ガチャ券ってなんかお正月に福袋やったぐらいの記憶しかないけど、はい、まあ、ショートではちょっとやってたんだけどね、うん、うん、久々にガチャガチャをめちゃくちゃ今日はいっぱいやろうかなと思ってます。やったー、推し活に使えるガチャガチャ、はい、ガチャ券、ここね、1000台以上ガチャガチャあるんで、そうなんです、その中から今から探しますんで、うん、すごい時間かかると思う最後まで見ていってください。お願いします。じゃあ移動。はい、まあ、いろいろあるんだけど、はい、あーっと、もういきなり、おじゃ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 、これ気になってたんだよね。かわいい、キラーキラーリングコレクション。本当の宝石みたい。まあ、これ推し活っていうか推し色の指輪とかつけられるよね。はい、200円だったよ。いや、安い。6種類、はい、うん、2回かな、うん、はい、いろんなもの2回ずつやってこうかな。はい、いきます。かぶったらもう一回やります。はい、これはアクアブルー、アクアマリンブルーかな、こんな気がする、うん、お、ルビー、はい、やったルビーっぽい、ルビー、うん、よし、いいね、迎える、いい、はい、迎えりましょう、迎える安いからね、はい、うん、え、はい、かぶったかもなんで欲張ったらダメだね。ですね、はい、もう心諦めよう、はい、え、ちょっと隣気になんないから、何これ、ガチャ女子理系女アクセサリーって、わー、かわいい、ちょっと研究所っぽいじゃん。ですね、これなんかさ、つけてたら可愛くない、かわいい、これリング、リングが2つ、へえ、あ、これいいじゃん、研究所のアイテムとしてこれやっとかないと、はい、やりましょう。じゃあ理系女アクセサリー、はい、黄色、はい、あ、すごい、出たリング、あ、出た、あ、すごい、あ、これだ、元素記号リングだ。え、待って待って、レベル116ですレベルなのさ、分かんない、レモンかも、元素記号だったらなんか元素なんだ、うん、うん、もう一回だけやろうか、はい、え、ハートの、これ欲しいです。それ何、ヘアクリップ、ヘアクリップか、はい、バッチってないの、バッチはないです、バッチあるじゃん、これバッチだよこれつけ、これさ、出たらさ、こうやって白衣につけられるからいいんじゃない、はい、あ、めちゃくちゃいい、頼む、いきます、アドレナリンブローチ出てくれ、アドレナリンブローチ、頼む、アドレナリンブローチ、はい、ちょっと待って、なんでかぶる、かぶったからもう一回、あ、え、ん、でかい、ほい、ヘアクリップ、あ、ヘアクリップだ、やったー、あ、まあでもいいんじゃないですか、うん、うん、え、じゃあ次探そうかな、はい、まあいろいろあるんですけど、うん、ありました、え、すごい推し活っていうか、まあ、リングばっかだけどね、これはなんか宇宙です ね、はい、これもちょっとやっていく、一応、はい、推し活って感じじゃないけど、まあ、1回だけやろうか、はい、どうしましょう、え、水金地下木6点回、うん、どれも出てもいいね、はい、え、2回ぐらいやってくださいよ、はい、じゃあ私火星が欲しいです。火星、お仕掛けといったら赤な、はい、あ、うん、これ何、これ地球、いや、天王星、天王星天王星だ、マニアックだな、でもこれ推し色って言ったら推し色ですよね、まあ、確かにね、うん、うん、確かに確かに、金、土星が当たりだね、でっかいからね、でっかい、つけにくそうだけど、はい、地球が出たら最高だな、うん、全部ピンク、待って、なんだよ同じ、ちょっと運悪いね、はい、一回いきます、誰がやっても同じ結果だからね、しょうがないけど、火星だ、火星、火星かも、あ、違う、男梅みたい、金星だ、金星、うん、まあいいか、しょうがないね、火星かな、うん、これ後で帰ってから開けますから、はい、はい、下にも
これもリングえかわいい推し活なんだよね推し活グッズとしていいんだよねこれねあはい、はい、でもまあエールさんで200円やっていきましょう、はい、個人的にこれやりたいですメルティーリングはいこれじゃあ1回だけはい1回で大丈夫です忍ぶっぽいのもなんかあるうん蝶々があるはいあちょっと中は見えないけど、まあ、じゃあ開けてみようか後で、はいうん、帰ってから開けようかはい可愛いもんね、これね。めちゃくちゃ可愛い。ケースが可愛い。はい、じゃあ次。はい。自分上げ前髪クリップ。どういうこと？推し活ってわけじゃないから、自分活グッズ。自分活、自分を推してくれってこと？自分を推してる人向け。はい。気になったら言ってくださいね。はい。じゃあ仙台もあるからね。そうですね。見落としちゃうから。見落とし中。あこれ可愛いんだよなあ鼻うさぎ可愛いですよね気になるのはいっぱいあるよねまあそうですね危険生物大百科危ない来訪者なんだって猿危ない来訪者なのはい危ないですこれは個人的に欲しい、ねうん、けど今日は推し活なんでちょっと我慢します推し活じゃないのうん推し活の定義難しいけど難しいですね何でも推し活っちゃ推し活だからでも言ったらこれだって私のエールさんを推してますからねあこれ新しいよこれえ、ま、これも推し活じゃないけど超10ギガの並ぶんです、はい、めちゃ良くないこれあ何これどういう話、まあ、墨絵みたいのがさ立体化されてるんだよ確かに買えるあやりたいなあやりたいけど今日違うもんなそうですねあなんかちょっと近づいてきた気がする推し活に新しいガチャガチャいっぱい出てるね地獄楽とか、はい、あの推しの子とかあこれは動物っぽいですね、うん、かわいい本当だこれあの家とかに置いたらかわいいんじゃないそうですね、まあ、あれもそしたら推し活っちゃ推し活、ねはい、確かに推しの部屋に置くような感じだから、うん、1回だけやっていきましょうかやってみますはい1回だけカーリーさんはいペットサロンかあサロンじゃちょっと違うかペットサロンかなでもペットちゃんだけ置いておいてもいいんじゃないですか、まあ、まあ確かに1回やってみようかな、はい、トイプードルを狙ってます赤いこれは何色なんだろう分からんですでもこれっぽいよ悪いこれっぽい、うん、ちょっと嬉しいトリミングしてるやつなんですよ、ね、はいあこの辺が全部推し活っぽいねあ本当だ、うん、すでにやったやつも何個かあるし、はい、新しいっぽいやつあるあ森さんこれおこれなんだろうあすごいえ正宗じゃん和の心だって。これやろう。これは巻き替えポンチョ和の心。はい。え、これ欲しい。これずんだもちくまさんです。あ、だから正宗なの。はい。仙台。では、はい、いきます。これいいな。じゃあ緑が出るまで。緑出るまでね。怖いな。400円するよこれ。あこれだ白玉ぜんざいこまさん白玉ぜんざい、うん、スイーツになぞらえてんのかそうかもこれおはぎくまさんだってえ、サナミンじゃんサナミンじゃんめちゃめちゃいいそくら餅はぁみつりちゃんだこの辺狙ってるね確かにみたらしもおるよえ、小田水子さんすごいウルズくんわかりじゃないですかそうだね、ちょっと何回かやってるの3回ぐらいもう一回やりたいラストおはぎとかみたらしも欲しいな欲しいですねこの3つのどれか出たらいい、うんうん、個人的にはピンクがいいです確かにおはぎくまさんは別にくまなんでめぐるみだもんめぐるみだもんめぐるみだもんおすごいすごい上がってきたやった上がってきた上がってきたイエーイすごいすごいえ、ちょっと待って、隣見てください、これ、何これこれ新しい見たことないです筋肉クッション2どういうことパブリありだパブリありだパブリありあ、庄屋さんだ一回やるやば
もちろん庄屋さんのために伺いましょう。何の役に立つ名前になってる。被りありの時にこれが出てくるっていう。じゃあ一回だけ。今日めっちゃ被るんで。何入れてもいいわもう。黒です。黒は何入れても大丈夫。何入れても大丈夫。被りなしです。これ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 。何これ。これもちょっと推し活と違くなってくるんだけど、うん、まあ指は、ゆりちゃん指輪好きなんだよ。押し色ですよ。押し色なんだ。うん。じゃあこれもやっていこうかな。はい、これは喫茶店クリームソーダリング。これ新しいですね。めちゃめちゃ新しい。アミポン、アミポン、アミポンさん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 、新しいね。はい、じゃあラムネが出るまで、うん、じゃあ2回だけ。黄色か緑か、メロンだ。メロン、うん、一番いいじゃん。メロン最高ですね。一番いい、うん、これだったらなんかクリームソーダっていうか、まあ、うん、サクランボがメイン。確かに。あ、食べた。これこそレモンかも。あ、これレモンです。レモン。メレンってレメン出ました。これ人気だね。人気ですね。結構ね。ギャラクシーキャンディーマスカット可愛いよね。本当だ。この辺もカクテル&つまみ。はい、どんどんいくよ。はい。喫茶店コーナー。うん。コージーコーナーあります。最高。このモンブラン大好きです。美味しいよね。はい、下にもある、うんうん、焼肉キング最高。焼肉キングってあんま行ったことないんだけど、はい、まあ、知ってる人だったらこれちょっと高ぶるんだろうね。そうですね、うん、これはどうだろう。なんか推しのメトロでたまにクリームソーダポーチ、推しのぬいぐるみとか入れられそうじゃないですか。確かにこれ流行ってるよね。待って待って、売れ切れてる。やっぱ人気なんだこれ。かわいいですもんね。メトロピスタブームだもんね。はい、うん、そうか、しょんぎり。指輪もすぐなくなっちゃう、さっきの絶対、うん、何これ、練り物ふわふわネイル。本当だ。こういう企業とさコラボしてるの多いよね。多いですね。あまだまのリングやったっけ。やったことない。やってないっけこれ。やってないです。リングじゃないか。あ、リング、リングっぽくないですか。リングかな、うん、懐かしいな。これどんぐり、ね、食べたな、よく。なんそれ、部活の時。ないです。一回だけやる。これでもリングじゃない、ポーチだ。あ、手のひらかこれ、うん、手の甲かと思った。なんだこれ、なんか残ってる。プリントップ、ね、でもさ、当たりのやつですね。アソートの。あ、アソートのやつなんだよね。ほ、うん、まで出てたんだよ。はい、ここね、うん、これ壁一面、ここの一面ね、全部動物なんですよ。なんで動物のガチャってめちゃめちゃ人気で。本当だ。特に猫が多いよね。うん、猫とね、鳥が多いんですよ。なんでだろうね。一回猫の特集やったじゃないですか。やりました。あ、本当だ、こっちは鳥だ。そうそうそう、猫と鳥がね、人気なんですよ。うん、ミニチュアとかだったらさ、うん、でもお部屋に使えるからね。はい、推しの部屋に。だって見てください、こんな洗濯保険みたいな、なんて欲しいです。あとやっぱこういうさ、チャームも人気だよね、うん、はい、一緒につけるとかはいいですよね。人気だよね。お、すごいすごい、大正ロマンカンプレちゃんって。これはちょっと欲しいかも。やってみる。やりたいです。ないね。あ、もうない。1個だけ入ってるか。2個入ってそう。これです。ロッキングチェア。はい、かわいい、かわいい。ドラクエもあった。ああ、ああ、マギ設定付きのやつ。私はマインクラフトの並ぶんで出てたの。最高。え、牛もいるじゃん。ケツ。あ、バケツだった。バケツ付き。え、そんなのあんだ。あとね、こっち側にもね、推し活グッズありますよ。え、うん、こっち側にちょっと面白いのがある。うんうん、うん、なんだ。ああ、ちょっとこれ見て、ほら12分の1手錠、これやりたい。これやりましょう。捕まっちゃったって言ってる。よし、これ、うん、なんか頭にゴミ袋かぶってる。何色でもいいよ、これ。あ、赤赤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 赤の手錠ってある。あ、あそこあそこ、うんうん、洗濯物欲しい。あ、葵ちゃんに使える。葵ちゃん使えそうじゃない、うん、あの推しの部屋のさ、うんうん、屋上で使えそうじゃない。あ、
一回やってきましょうか。え、500円500円なんですよ。これでもね、本当に干せる。あ、お布団がついてるんだ。ダイキャスト製で、すごい、ね、細かく作ってるみたいな。じゃあやりましょう。めっちゃ高いところ、すごい背伸びしてるけど、すごい高いところ。上にあるってことは結構前のってことだね。そうですよね。なんか茶色の人出てきて面白い。なんで茶色なの？何が茶色なの？まあいいか。もぎさん見て。何これ？これリングを入れないとお金が出てこない。へえ、すごい。面白い。面白いね。はい。カニ木とかはね、結構人気だよね。あ、人気ですね。これ何？靴？靴ですよ。なんかレッドウィングとコラボするみたいなのあったの気がするんだけどね。これ違うね。あの空気清浄機ありますけど、これ良くないですか？部屋に、はい、空気読めよ、うん、おしゃべり空気清浄機。え、ショック。空気読めよ。マギさん、レッドウィングありましたよ。あ、これか。あった、レッドウィングのコラボ、はい、ありました。あ、こんな感じなんだ。わー、すごいおしゃれ。おしゃれだね。ちょっと推しの部屋こんな風にしたいな。シアター。え、この背景を自分で作ったの？そうかも、そうかも。あ、これはなんかイラスト屋さんみたいな感じ、うんうん、あ、さっきの洗濯物ある。お、最高、茶色い人これだ。茶色い人、茶色い人全然なんか爽やかじゃないの、ね、お墓ある。え、やだ、かわいそう、手合わせてる、これ誰？課長のお墓あるよ。課長、あるの課長。え、待ってください、課金です、これ。課金か、課長かと思った。やだ、昔は課長のお箱だった。やだ、ちょっとやだ。あ、でもこれ、そしたら、わし活じゃん。あ、待って、自分で書けるのもある。自分で書くんだ。村田って書くの。やだ、自分で書くんだ。いいかもしれないですよ。確かに。いや、ダメでしょ。だって課金、課金はもうしないよっていう。そういうことね。うん。あ、課金をさらば。なるほどね。そういう気持ちにさらばするってことね。そうです。あ、なるほど。なんか今日タイミング良かったのか、すごいあの新しいグッズがいっぱいある気がする、はい、推し活です。本当の推し活じゃん。本当の推し活来た。え、ちょっとやりたいです。でもなんか青っぽいのないよ。あ、じゃあダメですね。こんな感じかな、今日のところ。結構でも使ったよね、うん、え、あれ何？あれ何？十字、友達です。何のガチャガチャ？わかんない。はい、こんな感じです、はい、いやだいぶやったね。いや楽しかった。1300台の中から探すの結構大変だけど、うん、まあ、割と固まってたりするんでね、うんうん、探しやすいかなと思います。はい、ということで戻って開けてみたいと思います。はい、全然飛べてない。